はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、UFO 高校でございます。本日も栄冠ナインをやっていきますと言いながらもう早速始めてくる私なんですけども、まあ前回もうコールド勝ちでですね、試合を決めることができました。まあね、その危なげない試合というのが久々にできたのは非常に私としても喜ばしいことで、はい、良かったです。ただ勢いが問題は持つかどうかなんですそうなんです、うちのチームというか、まあ栄冠ナインのあるあるかもしれないですけど、どうも持たなくて持たなくてそういう時がすごく多いんですよね。それが伝わればいいのですか伝わるんでしょうかそこはすごく心配です。さあそこをどうするかっていうところでね、ちょっとね進めていきたいと思います。ういっす、ちょうどいいじゃん、このチェックで変化球入れて、うおー、いきなり B ランク、いきなり B ランク相手です。びっくり仰天走り込み行こうか、ダメか、上がらんな、いやーそうね、お、ありがとうございます、助かりました、あざっす。よし、サンキュー、うわー、とりあえず C しようか、じゃあちょうどいいし、でもなんか基本的に変えるとこはないのかなと思いますけどね、うん、そうですね、郡山使えるかな、ちょうどよく上がったので島田が、あ、そうですね、この辺で大丈夫かな、で変更してどうしようかな、勉強しようかな、わーおー、さあ初戦強敵だからね、頑張ってほしいけどね。今日はですね、赤羽ではなく先発を大西にしました。これが果たしてどう出るか、また綺麗な六角形作ってきたな、おい早えよお前ら、さすがに早えよ、早えよ、さすがに3球で3球で凡退は早えよ、頼むわ、できればやっぱ1回は10球以上投げ出さないと、深めでしたね、その早打ちした時がやっぱすごく怖くて、個人的に0対0で迎える4回です。バッター藤谷、第1打席がショートフライに倒れています。むしろ三振でもいいから、三振でもいいから、できればやっぱ投げささない、ね、だって4回ですもう30球だ、完全にやられてるよこれは、みんなが早打ちしてる証拠だよ、このやっぱ球数はダメだよ、ちょっとやっぱ大西としても苦しいよ、第1打席は内野フライに倒れています。まずは2塁牽制、
二塁タッチセーフ。もう一回ここで二塁へ。しぶといね、さっさと投げりゃいいのに。第9ゴール。第2球変化球ストライク、アウトローへ。三振がないから完全に早打ちしてんじゃん、ね、だこれじゃダメだよって監督は怒るよ。ファル。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた。まずはね、やっぱ50球は投げらさん、ね、5回。第2球投げた。それダメか。追い込んで第3球を1球外した。まあ50球でもね、本当はこれ70球ぐらいがベストなんですよね。先行チーム2塁までランナーを進めましたが、先制点には至りません。まだやっぱ1安打だからね。そうなんだ、お互いゲームはいよいよ終盤戦に進みます。先頭バッターは藤谷、今日はショートフライとセカンドフライ。なんであの時から9球しか増えてないんでしょ。一つ気になるのはそこなんだよ。第2球低めギリギリストライク、バッター追い込まれました。完全にこれはもう早打ちをしてるのか、それとも本当に三球三振で終わったのかって。第4球を投げました、打ちました。それを投げながらアウト。これでワンアウト。そこはすごく自分の中で気になるかなと。ほらほら見ろ。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で、バッターは2年生一の、今日はレフトフライと三振、マウンド上は大西。さあ、ここはゲッツーシフトをします。投球これから2球目、高めボール球を打って2塁コースアウト。チーム、なおもピンチが続きます。でもこれで点取られたら、俺らはっきり言って終わりみたいなもんだから。第9変化球ストライク、インハイへ。そこなんだよ。第2球投げました、ストライク、軽く追い込んでまいりました。ちょっとインハイ攻めすぎ、インコース攻めすぎてない、大丈夫。あ、よかった。野口自らベースを踏んで3アウト、大西2アウト3塁のピンチでしたが、しかし先行じゃなくて後攻なのかな、相手が。先行チーム先制のチャンスです。ノーアウトランナー、そこ引っ張るんかよ宇田川。宇田川今日はセカンドフライとサードフライ。さあ、究極の思考が押し放たれることになるか。第9投げた。本当はね、ここは絶対流すべきなんですよ。流してスクイズなんです。第2球ストライク、なんか低めに対するボールが入ってんだよな、全部今日。第3球は、ね、こうなるんですよ。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。さあ、究極の思考が今押し放たれようとしています。もう慎重にしよう。第9投げた。初球落ちました。1の余裕がある。うわー、どうしよう、悩むな。ボールが飛んでる。先行チーム、なおもチャンスが続いています。バッターはピッチャー大西。悩むな、ここ。まあ、吉野だよね。先行チーム、ダイソー投入です。吉野、1塁に入りました。まずは1塁先制、高め、本当はやっぱスクイーズしたいんですよ、ここは。もう取れそうもない気配だから、ぶっちゃけ言うと。1塁で1つ先制を入れてくんね。投げた、直球決まってストレート。第3球を投げた、3球目高め。悩むな。第4球をランナーした三振、ボールを2塁へ送った。大西決めに終わりました。大西三振しちゃダメだよ。先行チームチャンスを生かせませんでした。三振ゲッツーは一番最悪なパターンでした。
0対0で迎えた8回、ノーアウトランナー1塁という場面、バッターは1年生坂田、今日は三振とサードフライ。さあここはゲッツー体制を取ります。なんか私の予想通りですね。だから勢いが持てばいいですけど、本当に持たないんですよみんな。まあね、その分やっぱ大西がめちゃくちゃ今粘ってるんですよ。めちゃめちゃ今彼粘ってるんですよ。まだかな、まだかなって思って第3球を投げました。 OK、 ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ4球目打ちました。あー、まあまあ、いいよいいよ。チーム先制のピンチを迎えます。長打本当は警戒したいとこなんやな。カットボールに打ってストライク。そうなんだよな、怖いんだよな、怖い。ナイスプレー、バックに助けられた。しかも1番からか。走るのがいい。最終回を迎えました。トップバッターは野口。先行チーム、ここはなんとか塁に出たいところ。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。第9球なんか投げました。変化球ストライク。いやこれやっぱね厳しいんだよね、あの低めのボールが。第9球投げました。打ちました。あ、そうだろ、打ち上げてんだよ。噛みました。これでワンアウト、ランナーありません。バッターは1年生百瀬。持ち前の熱血が力を発揮する役割になった。投げました。ロープは体の長打を繰り返します。難しいね。ボーどうしようか。第3球を投げた。高速スライダー。もうそうだね、もうこれは絶対走る、出たら走るつもりで自分はいるから。投げた。ストレートで踏んでストライク。ここは一球見ます。もう何が何でもこれはセーフティーは決めていい。投げた。外角低い、ストライク。自信あるんだったら決めてくれ。投げた。セーフティーバント。ボールを取る。一塁送球、飛び込んだ。気迫を見せましたがここは及びません。高めやった。しかもバッターは2年生藤谷。ぶっ放してもらう。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。第9球ぶっ放してくる。投げた。初球を打った。これで3アウト。先行チーム打順トップからでしたが3回で攻撃を終えています。9回の表が終わって0対0です。黒潮この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ゴミ。先行チームこのバッターだけはもう出したくないところ。投げました。ボール。大西も100球超えてくるからな。いい加減やっぱソロボチね、赤羽あたりと変えないとって感じはするんだよ。第3球なんだけど、まあ1年生をちょっと育てるって言った意味でも、まあ追い沼とかそれこそね中溝とかにちょっとね一人だけ投げ出して。ナイスボール。第9決まった。そうなんだ。タイブレイクになった時ね、この問題は。第2球打ちました。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2年生野中。今日はここまで3打数2安打。ただ彼には打たれてるかな。第1球インサイドストライク。初球ストライクから打ちました。おー、ナイスプレー。レッドスライディング。気迫を見せましたがここは及びません。3アウトチェンジ。大西三者凡退に抑えています。9回の裏が終わりまして0対0です。試合はこれから延長に入ります。バッターはリオ、稲妻、安藤。先行チームここは何が何でも出塁したいところ。さあ黄色い声援を背中に向けてどんなバッティングを見せるのか。サークルチェンジャー。おう、投げました。打ちました。ダメだ、外野が深い。外野が深かった。もう使うしかない。やるしかない。ここで来るか魔物が。そうね、まあできればやっぱ
もうエラーを出すつもりで、そうですね、そうですね、それを そのつもりでやっていただくしかないですね。ただあなたはさあ、任すわ、余計なボール振らねえわアホほら振るな、それは振るんだ。まあ次仮に大西に回ってきたら、いいフィールだよ、それは。ちょっときついな。まあ、魔物様様だよね。キーボーイの本領を発揮することができるか。第9投げました、初球からレッドバックホームついに1本目。いやー複雑、やっぱこうでもしないと、もうここまで2打席連続三振、いくぞ石崎、代打石崎、ボールは友達だぞボールはさあ持ち前のファイトが全面に出てきました。第9投げました、ボールは友達よ、ボールは友達、ほら疲れてきた、次の投球シュートはどう、お前来た、お前来た、お前フレフレ投げました、なんか疲れてる時にね、と点が取ってるとね、投げました、仕事しろや、一番あれダメやぞ三振が。打順を取って帰って野口、第9投げた、これね、1点か2点か3点で変わってくるやん、これどうだ、なんか延長10回の表が終わって1対0先行チーム、ここでようやく得点が入っています、なんか複雑やな、そうね、大西降板、ここでマウンドに上がったのは小沼、今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第9投げた、初球打ち、ボールはないです、3球、うわー最悪だ、最悪だよ、だから言ったのに点が入るか入らんかで変わるんだって、入るか入らんかでやっぱ変わってくるんだよっていうことはもうあらかじめ自分は言ったんだけど、チームの時は100で出せるライト、犠牲フライもねダメだからね、先頭チーム7本続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッター木原、先行チームここは最悪内も避けたい場面です。小犬は登板、右の中水、厳しい場面での登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか、初球外れても、まあ緩いピッチャーゴロとかだったらランナー帰ってこれ、ライナーか、あ行かないね、行かないね、落ちて落ちてよみんな、ちょっとねあまりにもちょっと悪かったんで、宇田川くんを懲罰交代して赤羽で最後に決めましょうよし、厳しい場面での登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあここは西武近い場面のコントロールを発揮できるか。第9投げました、初球空振り、そういうことなんですよ。先頭チーム初戦をものにしました。初戦ものにしましたけど。2回戦進出を決めました。初戦ものにしましたけど、どうですか？私のやはり予想通り、剣では打てたけど、やっぱ地区予選になると打てないっていうのは、これは現実なわけなんです。もうお分かりな通り。
そうなんですよ。まあでもよく頑張りました大西くんが。ありがたかったです本当に。最後の最後まで投げていただいて助かりましたこちらとしても。ダブルエースでよかった。もう大西でかいね。結構経験になったね。じゃあとりあえずそんな感じで今日は終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。